ナーガラージャ像、ナーガラージャは、インドにおける蛇神の章である。仏教では八大竜王を、はじめ様々な竜人として取り入れられた。なんだ、ツなんだ、シャカラ、カズ・シュウキチ、トクサカ、アナバーたち、タ、マナココ、ユーハチラといった八大竜王は、ナーガラージャである。これらナーガラージャの説話は中国へ仏教と共に、伝わり、中国古来の竜伝章と集合して、 四海竜王などの中国の竜王の観念にも影響を与えた。あなたの上でネルビシュヌとその足をマッサージする。ラクシュミータクシャカは、インド神話に登場するナーガ族の王、カシアパセントカデルーの間に生まれた千のナーガの一人、ナーガ族の中でも特に狡猾とされる、インドラ神の友人、英雄、アルジュナの孫である、パリークシット王を噛み殺した。 狡猾な託者化という説話で語られることが多い。バースキは、シェイシャと同一視される。シェイシャとは、インド神話に登場する、ナーガラージャで、カシュヤパセント・カドルーの間に生まれた千のナーガの一人、千の頭を持つ巨大な蛇とされ、千の頭の一つ一つに、万字の印がついているほか、イヤリング、王冠、果冠も身につけている。マナサーという妹を持つ、ヒンドゥー教の宇宙では、 世界には七層の地下世界があるとされるが、支援者がいるのはさらにその下で、その線の頭で大地を支えていると言われている。父海各藩の時は、マンダラさんを回転させる綱の役割を果たした。しかし、あまりの苦しさに猛毒を吐き出してしまい、危うく世界を滅ぼしかけた。柴神はその毒を飲み込んで世界を救ったが、猛毒が柴神の喉を焼いたため、首から、 上がお黒くなった。芝神の別名、ニーラカンタはこれに由来するという、ナーガラージャズをアナンタとは、インド神話に登場する、ナーガラージャの一人。その名は、無再現、または、永遠を意味する。やはり線の頭を持つと言われる。ヘビ族の住むパーターラという地底界の最深部で、世界を支えている現象のヘビアーディシェイシャの別名であり、シェイシャが、 自らの王を加えて和の形になっている状態の時にあなたの名で呼ばれると言われている。従ってあなたはバースキとも同一である。あなたはこの世が始まる以前宇宙が混沌の海だった時にビシュヌがあなたを船の代わりにしてその上に寝ていたという。そのビシュヌのへそからレンの花が伸びてそこに創造神ブラフマーが生まれブラフマーの額から破壊神芝が生まれたとされている。 また、この世が終わるとき、すべての生物が滅び去ったときも、再び世界が創造されるまでの間、ビシュヌは、あなたの上で眠り続けるとされる、ビシュヌの使いとされる、ありがとうございます。